素敵な思い出も、はい、ぜひ思い出していただけたら嬉しいです、はい、新幹線に乗ってぜひ皆さんと一緒に思い出旅行をしたいと思います。新幹線でゴーゴーゴー。
の中でもくまモンやっぱりお土産が大好きなくまモンでしたね。リコお姉さんのところにも置いてっちゃった。ほんとくまモン買ったものはちゃんと持って帰らなきゃです ね、 ね。でもそんな新幹線といえばさ、くまモンとはゆかりがあるんですよね。そうなんですよね。くまモンが誕生したきっかけ、九州新幹線全線開業の時なんですね。そんな新幹線、熊本を通ってる新幹線に今人気のあのキャラクターがついてるんですよね。あ、そうなんですよ。あそこあそこ、ほんと、そうそう、今ね、妖怪ウォッチの可愛いキャラクターがついたね、新幹線が通ってるんですよね、熊本駅。そうなんですよね。そしてくまモンも劇場版の妖怪ウォッチに登場させてもらってるんですよね。くまモン聞いてた？聞いてた？聞いてた？あ、よかった。じゃあくまモン、じゃあ話の流れはわかるかな。この体操を皆さんと一緒にしたいと思うんだけど、くまモンはさ、この体操も実は上手なんだよね。イエーイ。じゃあ皆さんにもご披露しちゃいましょう。はい、それでは皆さんもぜひご一緒にお願いします。よー、すごい、くまモン拍手がいっぱい来てるよ、ね、ぜひね皆さん、そんな駅を見に熊本まで遊びに来てくださいね、はい、さあ、そして熊本観光地も魅力的なところがいっぱいあるんですけど、ね、くまモン美味しい食べ物もたくさんあるんですよね。ぜひ熊本の味覚も楽しみに一度遊びに来てくださいね。魔法の扉を開けて、ぜひ皆さんも熊本までお越しください。
しちゃったね、熊本。びっくりしちゃった。でも熊本は水の都だからね、うん、そうですよね、うん、なのでお菓子や、うん、そして果物やお野菜も美味しいんですよね、うん、お隣にもね、今日はねデコポンやいろんなものがありましたけど、皆さんご覧になられました？あ、ご覧になられました。ほんと、あ、カマモン見て見て、あ、ここにスイカ、カマモンの大好きなスイカがあるよ。おいしいよね、みずみずしくて、うん、何何何何、あ、あ、あ、これボールだよ、みずみずボールボール、これボールだったのね、うん、じゃあさ、せっかくだから今日皆さんと一緒に遊んでみようか、うん、いいですね、今日集まってくれたんだもんね、うん、じゃあくまモンが皆さんの方にこの熊本の名産、うん、スイカのボールを投げますので、皆さんで熊友の皆さんの心をつなぐようにポン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 と後ろの皆さんまで届くようにパスを送ってつなげていただけますか。ではこの曲に乗せて皆さんとの絆を深めたいと思います。みんな友達、さあ行きますよ、さあそれでは熊本行くよ、みんな友達、うわぁもう一回だよ、友達、はい、学校に行ってもずっと友達、行きますよ、イエー、みんな友達、えい、ずっとずっと友達、後ろですよ、はい、学校に行っても、皆さん行きましょう、えい、どこまで行けるかな、もう一回一緒に、できるように熊本県営業部長兼幸せ部長の熊本、もっともっと頑張ってまいります。皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんのところに幸せが届きますよ。幸せ
きっと皆様それぞれに素敵な思い出のふるさとの風景、そのふるさとの風景を思い出していただきながら、ぜひご賞をいただけたら嬉しいです。ふるさと、
東京はこの後もさまざまな素敵なプログラムをご用意しております。ぜひ皆さんごゆっくりお楽しみください。